Hong Kong!
Thank you.
Tiger!
Round three, fight! Yeah!
Hong Kong!
Kong! Round one, fight! はい、つうわけでこんばんは、こんばんは。
本日は2018年の11月30日もうね、本日あれですね、早いもので11月も本日が最後となってます。明日からは、12月となっております。早いですね。今日は第102回四季の細道ということで、100回超えちゃいましたね。早いもんでもう2回もやっております。びっくりですよね。こんばんは、セロテープさん。こんばんは。一人で喋ってると寂しくなるんで、ちょっとそうですね、お願いしますか。はい。いやプレミアムフライデーですよ。あ、そうですね、そうとも言いますね。その言葉も多分今年いっぱいですよね。来年とかも使わないですよね。ないですよね、多分ね。はい、というわけで、四季の細道、第102回第1試合目はですね、1P 側トッキーさん、 2P 側ハクさんということで、お二人とも準備が揃っていればスタートボタンを押してください。クレジットがご用意できておりません。大変失礼いたしました。はい、というわけで本日エントリーが 1,2,3,4,6,7,8,9,10 人、ちょうどぴったり10人ということで、切り番ですね。いい数字です。今日もしかしたらあれですね、あるかもしれないですよね。今まで優勝されてない方とかが、そうですね、ひょっこり京丹島で、はい、というわけで試合始まりました。お、開幕飛びですね。そうですね、さんが DJ、 ハクさんが神。さあ、いやいやいや、ちょっと開幕ボケてめくりが入ったら、ね、綺麗になってしまった。前飛びでだいぶいきましたからね。先制で行こうとしてましたから、圧倒的に DJ 有利だと思うんですけど。そうですね、やっぱそうなんですかね。はい、には致し方ないですよね。有利な組み合わせの方が少ないという。かなり、おっとスピンドライブ、あ、落ちがない。しかしジャックで拾われる。さあ画面端抜けれなかった。トッキーさん DJ 勝利。続いてですね、あ、続いていきなり、それで、あ、今日はあれですね。はい、ありがとうございます。そうですエクスパさん、スパさんありがとうございます。運営手伝っていただいてありがとうございます。2P 側、続きましてセロテープさん、ザンギ。今日なんかザンギ使いやたら多いイメージですね。緑のザンギの方とか、はい、青いザンギの方とか、黄色いザンギの方とか、はい、いろんなザンギの方がおられますが、ザンギ使いの方が両方ともザンギということで、そうですね、ザンギザンギでプロレスごっこってね。あれ、誰も本田いないんでしたっけ。今日は本田いないです。中島さん本田使っていただけるとかじゃないですよね。中島さん今日本田じゃないです。残念ですね。あ、でも中島さんも優勝してるんだ。なるほど、過去優勝歴ありますね。さあ近づくのが辛いザンギだが、近づいたら一発美味しいのがある。ほう、あるといいながある。あるかあるか、おっとダブラリ呼んでいた。しかし、おーっと、どこまでダブル、おーっと、ボディープレス、うかつにバニシング埋めに行かなかったっすね。行かなかったですね。あれがあるから埋めに行かないで、ちゃんと潰す選択肢を。うめえな。すごいですね。ちゃんとストツしてますね。飛んでいく。すごい二択を仕掛けていったが、まだスキルを見てない気がする。いた、今見た。最後にやっぱり締めた。セロテープザンギ勝利。続いて、あ、次自分で、すみません、お願いします。はい、よろしくお願いします。どうも、川島です。よろしくお願いします。浜本さんですね。浜本さんのチュンリー対、セロテープさんのザンギですね。チュンリーザンギはね、弾を打たれると、あっと、なんか漏れてる。クラゲですね、基本クラゲで終わります。何を出そうとしてあれが出るんですかね。あ、今のは普通に気候圏か、歩きしゃがみ中足をやろうとして、あー、なるほど、横ためなんで漏れちゃう。あ、そうか、スピンが後ろためなの。逃げて。そうそう、あの下ため上は転生客があるんでね。ああ、そうか。さあ、画面端ボディープレスの連打で、さあ、なんとセロテープさんまくりましたね。あれね、結
構めんどくさいんですよね、画面端に追いやられた時に残機が上から被ってくるんですよ。あ、そうなんですか。そう、あれは頑張ってチュンリーがしたためをしてないと。あー、光ってる。転生逆じゃ落ちないんですか。あ、だから溜めてないとダメ。あー、なるほど、ね、ガードしちゃうとダメ。じゃあ次俺です。はい、山本死亡しました。一瞬でしたね。一瞬でしたね。いやー、綺麗に光られてましたね。いやいや、なっちゃうんですよ。ザンギチュンリーは一瞬入られると即死亡っていうね。さあプロレスですね。さあプロレス、カワシムさんのザンギ対ちょっとなんだろう、くすんだ水色っぽい緑ですかね、がカワシムさん 1P 側、 2P 側緑色、鮮やかな緑の方がゼロデブさん。ビガさあ、1試合目はソルテープさん先生。しかしさあ、どうなるんでしょう。どうなるんでしょうね。1試合目は先生しまったのでね。キャラ制度は同じですから。そうなんです。あとはそうなんです。パイロットですね。見えないんです。暗いスクリーンしっかり。おお、落とす。ちょっと同キャラだと全く見えないんですよね、これ進行が。あ、差し返しうめえ。ありますからね、どこからでもありますからね。あ、でもこれ特に残儀同士。あ、これは吸ったのは、最後吸ったのは川島さんの残儀。2ラウンド目取りましたね。1-1。これ分かんないですね。いや、もう全くイーブンですよ。これ残儀有利ですからね、この組み合わせ。いやー、でも残儀不利なんですよね。そうですね。それを言ってしまうと残儀不利になってしまうんですけど。まあそうなんです。そこが難しいところです。そうですね、有利なポイントはちゃんと押し付けないといけませんからね。そうですね。あ、空中投げ。さあ、上から、再び上から。おっと、ダブラリを吸った。これで決まるか、決まってない。あ、おっと、バニシを埋めてきた。セロテープザンギー勝利。続いてエクスパーさんですね。さあ、セロテープさん今3連勝ですね。お、やりますね。また決勝残るんですかね。いや、しかしですね、エクスパーさんの竜もかなり、あ、喋りますか。かなり残儀好きなんでね。さあ、一気に画面端追い詰めているぞ。いや、違うんですよ、エクスパーさんね、自らね、画面端行くんですよ。行くんですか。行く戦い方なんですよ。死守するんですよ、それを。なるほどね。そして画面端から戻って、画面端から画面端で、ここからどうするんですか。ちょっとね、変わった戦法なんですよ。しっかりリバサ昇竜が出てるんで、ね、あ、残儀はもうエクスパーさんね、昇竜ね、リバサ出るんで、ちょっと残儀はもうはめづらいのかなとは思います。ないと思っていっちゃうと。しかし、スクリューを、あれ、それ、あれ、大丈夫ですか。関節ですよ、僕。さあ、竜巻投げから、テスト1回数。そうですね、大地さんの声はうっかりエジリさんになっちゃう。 あれ違うな。いや違う、北斗になっちゃう。あ、失礼しました。北斗って見るとエジリって読んじゃうんで、ちょっとなんでだよ。ちょっと僕も病気なんで。なんでエジさんが出てくるんですか。失礼しました。まあまあ、ちょっと病気なんで。さあ、うん、ビリョビリョとして近づけないが、あー、シンクうめえ。今着地1フレーに多分重なりましたね。うまいうまい。すごかった。ガーフです。ガーフですね。あのヤクミツルではない。そう、その通り。あのヤクミツルではないですね。その通りですね。はい、なるほど。さあ、2本目エクスパーさんの竜が取って、おー、リバーサー出るね。あの、通常時出さないですよ、エクスパーさん。マジっすか。しっかり見てみます。しゃがみアッパーで、あの、割り切るんです。バックタイプもうまい。なんだ今の、垂直大パンタイプみたいな。垂直大プです。おっと、やりにくいみたいだ。あー、すごくやりづら。投げからが投げられた。エクスパー流勝利。青斎さんですね。倒されたんですね。はい、ザンギ倒してまたザンギ。はい、みんなザンギ好きなんですね。ザンギはどんだけ弱くても使う人いますからね。
いやいやいや、ザンギーはロマンですよ、やっぱり。いや、数ある卒の中で弱くても使う人はいるんですよ。本当に。まあ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 、楽しいですよ、って。うん。で、一部卒超強キャラなので、本当に。そうですね。いや、なんでしょう、この、近づかないと全く、ね、ダメージを与えられないっていう点からの、この、ちょっと、あれですよね、薬中と同じですよ。まあ、それはわかりますね。近づいたらもう、甘い、甘い。そう、レバーをぐるぐる回したいっていうので、ありますね。おっと、青サイチョップ、しかし真空まで読んでいたが、次のしゃがみ中盤を食らってしまう。さあ、セコンドにセロデフさんをつけて、青サイさんは、どう戦うのか。やっぱね、青サイチョップと言われるだけあってね、はい、チョップだけで対空するんですよ、この方。いやでもどっからでもそれで落とすっていうのはすごい技術の高いことだと思うので、そうなんです、素晴らしいことだと思いますよ。さあ値段もうまい、ね、あっとこれぞ長田投げ、あ釣ってますね完全に。おっと最後はスクリュー、ゲームメイクがうまい、素晴らしい作り上げていった。さあ3本目、3ラウンド目、ファイナルラウンド、結構盛り上がってきましたね。ここからいやでもね、これね、エクスパさんの戦い方ね、絶対画面外っちゃうんで、はい、自分が画面外っちゃうんで、ちょっとね、やっぱ残儀相手だと不利なのかなって思っちゃうんですが、あーっと、最大を狙ったのかな、多分続きを狙って当たんなかったな、シンク。シンク使わせた、1回逃れたが、2回目はないぞ、落とす、落として、あーっと、タッチ中キック、あのタッチ中キック。どうでした、誰でしたっけ、青沢さん、はい、青沢さん勝利でございます、はい、すいません、アピールされたんですけど、ちょっと今一瞬名前がリアル忘れちゃいましたこの短時間で名前を忘れるのもいやすいません、あ、本田いましたね、はい、あー、おっと、向こう侍さんが本田だった、本田でしたね、今日は。さあ、青沢さんも大好きな本田だ大好きなんですか、いや、分からない、今言ってみただけ言ってみただけですか適当言ってます。さあこれはでもザンギー、おーおーっと投げて、投げる、大いちょうではない投げ、おっと潰される、これまずいぞ、張り手が入っている、 あれは一発目を食らいスクリューしかないのか、どうなんですかね、ガードしたらもうおしまいな気がする、ガードしなくても終わりな気がするんですけど、あれはさあスクリュー上から、ああしっかり卓投していきますね、最後はしっかりツイッと。さあ3ラウンド目、ラウンド3ファイト、はい、おっとはめていく、はめれるのか、本田相手にはまらないはずなんだが、ほうザンギは本田相手にはめれないんです、なるほど、なのでこの組み合わせ終わってるんです。あーでも2択通していきますね、2択じゃないんですって、だからはめれないから、いや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 、打撃択ちゃんと通したなって。さあ、中島さんです、総理すいませんすいません、青森さん忘れてないです、あ、なるほど、はまれる、はまれる、はまれます、はまれると、セロデフさんが、うん、はまっていくと、嘘をついてました、嘘をついて、こういうのはやっぱり、うん、ちゃんと持ちキャラに聞くのが一番いいですね、そうですね分かんないことは聞いた方がいいですね、本当に G キャラ以外だとあんまよく分かんないですからね、実は、ね、いや G キャラでも分かんないときありますから、ね、あーそうそうそう、理解度理解力の差、さあここで中島さんが DJ だ、これはかなり強力な選択だ、 DJ 対ザンギ、あーでもこれはザンギの流れっぽいですけど、いやいやいや、しかし油断はできない、油断はできないけど、ここまで追い込まれると DJ 側のプレッシャーがすごいと思いますよ、一度ダウン、あー、相打ちもいいですからね、そうですね、相打ち OK ですね、今の今の体力差だと相打ち OK ですからね、秋のザンギ祭りって副題がついてますけど、マジっすか日本三大祭りの、日本三大祭りの、あ、残り2つは何なんですか、花王ヘアケア祭りと、はい、山崎春のパン祭り、はい、そして秋の残儀祭りあ、なるほど、はい、となっております。さあ、11月の末って秋なんですかね
まあ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 、秋でね。冬にあんまりお祭りしないんで、日本人は。冬は、うん、そうね、あんまりないイメージじゃないですね。秋祭りですね。おっと、上から。明日から冬ですね。さあ、青崎さん3本目マジレスをしてきましたけど3本目セロさんものすごい適当に答えてます12月なんでっつって12月だから冬になるっていうのもすごいな、ほんとにそうですね。おっと、ピヨってる上から、おっ、何をやったんだ今。あそこは甘えてないですね。めくりが、おっとこれどうするんですかね、右手側頑張らないと。一発ね、お菓子からめくりが入ると死にますからね、ザンギといえど。さあ、空中投げ。さあ、青サイザンギ勝利。続いて私です。あ、どうぞ。ラウンド1、ファイト。あー、スルデフさんのプレーは、あ、違った、スルデフさんではなかったですね、ごめんなさい。ちょっと入れます、入れます、自らセルフで入れます。はい、じゃあクレジット投入から。さあ、クレジット投入から、入ったのは大地さん。大地さんは、お、出た、バルログですね。バルログ、バルログもある意味ザンギエフですから、まあ投げキャラってことですか。そうですね、で空中投げがね、強いですからね、どちらかっていうと。確かに地上投げより。お、出た、完全に誘っていった。さすが大丈夫です。青サイさんの顔を見ると青サイさんって名前を忘れてしまいます、ね、なるほど、ええ、じゃあ、昔の名前で呼ぶっていうのがちょっとですね。そうですよね、ジヤギアさんでしたっけ。いやー、おっとあっと、ピヨってるのはバルログだった。バルログの方がピヨりやすいですよね。そうですね。さあ、スラが刺さる。ラウンド取り返していく。頭突きね、100% じゃないんですよ。でもそうですね、ピヨが一応ハズレを引くピヨらないこともあるぐらいの。今回僕ね、トンタンキさんに食らったんで、あ、違います、ステージアトミックボーイさんに食らったんですけど、はい、ピヨらなくて、運が良ければピヨらない。そう、ラッキーと思ったけど、案の定はめ殺されましたね、光って。おっと、ダブルリアスで。さあ、おっと、スラスラ食らい投げ。今日はおっと飛んでいた。さあ、アクサイクルの勝利。1周目終了ということで2周目入ります。ああ、そうかそうかそうか、そうですね、失礼しました。はい、2周目の戦闘キャラ、ハクさんですね。ハクさん、ザンギになってしまった。ハクさん、ザンギ戦苦手だってそういえば言ってた気がする。そうですね、キャミーで。でも、今日言ってた頃から随分経ちますので。あ、でもこの立ち回り有利ですよね、完全に。そうだと思いたい、思いたい。ザンギ有利。大瀬さんは何でもザンギ有利。さあ、ザンギ有利言ってもらいたい。しかし届かない。そうですね、で曲げてしまうので、ちょっとキャミーとかってあれですもんね、体格ちっちゃくてコンボとかもうまく入れなかったりしますもんね。そうですね、コンボ入りにくいキャラの一人です。横幅はそこそこあるので、DJ チュンリーに比べると惜しいかもしれない。ああ、なるほど。DJ もそうか。そうです。さあ、上からスクリュー。その足まで詰めて上からアントミすれば。残りも一応タクがかけられるんですが、そうですよね、そこまではなかなかいかない感じ。さあ、いい反応。やっぱ機動力の差が圧倒的に出ちゃいますからね。そうですね、牽制技との相性もかなり。さあ、あ、ピヨってる。上からリカバリー早かったが、回復した瞬間にダブル IP が当たっていた。これは思わずにっこり。さあ、続いて秋の残儀祭り、トッキーさん、青サイさん勝利。さあ、もう青サイさんだいぶ久しぶりですね、そういえば来ていただいたの。そうですね、ですよね、最近見てないなと、ね、レアキャラです。さあ、トッキーさん、トッキーさん入るのはガイル。これはまたしても
ちょっとこうしては逆だが体力大幅リード。そうですね、中真ん中ぐらいだと1回はあれですもんね、スクリュー食らっても。そうですね、ただもう今走ったので、そうですね、ここまで来ちゃうとここまで来るガイルス、おっと、いいサマー、バニシニサマー、広い方逃げて、今見てからなのかな、わーっとしゃがんできた。青崎さんはスクリュー失敗の垂直ジャンプがそこそこ出るんですが、その後のリガバリーがなかなかいい。ああ、なるほど、中断ってことですね。そうですね、結構落ち着いていいワードを選択する気がします。切り替えが早いんですかね。さあ、また走ってきて、おっと、走ってきた、今弾きましたね。そうですね、アンドビからダイヤシスクリューではなかった、1回飛んで、さあ今度は失敗。あ、なるほどなるほど、あのバニシは弾きですね、はい、まだです、失敗ってことですね。そうですね、なるほどなるほど、あっと投げられている。さあ、スクリューの調子が悪いと見越してソニック投げを果敢に反抗していく。なるほどですね、踏み込み、気づきました、ね、踏み込みバニシングは。そうですね、まあ別に悪いわけじゃないんですが、なるほどですね、今のは違いますよね、今のは技とか、今のはソニック石ですね。さあ、ここから、さあ上からしゃがみガードしていくか、1回ガード入れるんですよね、青崎さんね、直接はいかない。これここで余計なダメージもらって、さあ投げられた、おっと受け身がない、受け身もない、あーっと大足が刺さった、惜しい、来るな来るなの中足に大足で青崎処理。さあ青木サイクロン、このほぼ山本さんに勝つと一周なので卒業ですね。ほう、さあキャミーガイルを倒しての、キャミーガイル、ホンダも倒してますね、ホンダも倒してますね、一応バルログも倒してます。お、チュンリーも倒せばもうあとは2周目ですけど、あとはダルシムぐらいしか、今日はダルシムいないです、いないですね、じゃあ今日いないので、フリーとされるキャラほとんど倒しての、はい、とても素晴らしい。さあ意地を見せられるのか、ほぼ山本意地見せかけてますよ。お、さあバニシに対して弱気候、あれは結構合わせるのが難しいですね。おっと安く済んだ、さあ壁、山本さん最近沖の立ち台系とか使ってて、今のですね、はい、あれ結構残機側めんどくさいんですよ。おお、踏み込んで台足当てたいんですが、はい、踏み込んでる最中に先に上半身立ち台系が当たったりしちゃうんで、あ、なるほどね。そうですね、最後はだがビビってるのを見越してか立ちスクリューでした。さあ相打ちでも落とすことが大事。さあ壁端まで行くのが早いが、これを押し返せるかどうかで結構、さあ最後はかっこよく決めたいはず、かっこいいミドルキックが当たって青崎さん卒業です。ですね、川島、あ、すいません失礼しました、説明を忘れてました。青崎さんが、全員を倒したので卒業でございます。卒業です。え、いやいやいや、圧倒的卒業です。とりあえずこの、あの一巡したら予選からは抜けると、要は一抜け、もう相手がいないんで、はいはい、なので、次のキャラが、プレイヤーが繰り上がりました。セロテープさんとカーシムさんで、じゃんけんでまたしても、はい、そうですね、幸せの黄色いやつですね。さあ 1P 側セロテープザンギ緑、2P 側、カワシムザンギ黄色ということで、
おっといきなり光っていった。走れない、走ったがダブラリだった。さあスクリュー警戒してますね。お互いスクリュー警戒しますよ。さあ今度はセロさんが光る番なのか。どうだろう、残り0だったから。どうなるでしょうか。でもカーシムさんも光ってますから、まあまあ、1ラウンドに2回 FAB を当たる可能性はある。まだ可能性はありますからね。おっと今の立ち台キック、ジャンプ読みではなくただのケーラリスパイト。ああ棚ボタですね。まさかの、まあそう言っとくのも作戦のうちかもしれないですよね。ですね、はい。おっと暗いスクリュー、お互いおっと走ったが怪しい。おお今死なない、残機だった、絶対死なない。あーっと、さあどうする、さあ、あフライングパワーボム、クライスクリューっていうね。さあ先ほどと逆の結果になりましたね、1試合目と。さあ続いて入っていくのが、ま、エクスパーさん、エクスパーさんですね。リュウ、はい、どうなる？どうなる？どうなるんでしょうね。これは、うん、画面端で亀になるエクスパート、それに対してその籠城を切り崩すザンギアという。まあでもよく考えてみたら別に画面端じゃなくても同じですね。構図としては。構図としては同じなのかな。大して変わんなくないですか。ザンギがいかに切り崩すかっていうところがなんですけど、大して変わんない気がしてきました。あのスクリュー当たった後のリターンの差とかあるんじゃないですか。画面上だったらもう一回行くのが難しいとかあると思うんですけど、す、ね、動画とか見てるとやっぱりこう、うん、あーっと長州投げ。いやー今な予想外、さあ暴れを読んで何もしない、ダイヤスタイプしっかり。今度は割と中央付近で球を打ちながら対応していきますね。あ、ガードも硬い。後ろに下がれる前、おっと上り下がるタイプ。そして最速でシンク使っていきましたね。そうなんですよ、あのシンク温存しないんですよ、いいところですよ。なるほど、僕このスタイル好きですね、結構。打てないまま死ぬ方がいいって言うと思いますけど、ああ要は一回パナセルドンみたいな感じで持つ人もいれば、いや確定でこんだけ削れるんだから、2回目がねありますからね、最初にパナしてしまう。ああ確かに確かに、早い段階で溜まれば2発目ありますから。そういうことです。はい、エクスパリュー勝利で、で向こう侍さん、さあ、向こう侍さんはガイル、ガイル青沢さん出番ないですよね、多分ね。最後さあ、リュウガイルだが、伝統的な戦い。まあね、エクスパー風に言わせるとオールドファッションって感じですよね。オールドファッションよくわかんないけど、何を言ってるのかわからないんですけど、いやいや、この組み合わせが言うとガイルのね、うん、その心は適当に出したいんですけど、いや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 、絶対そうですよ。さあ、その根拠のない自信は何なんですか。いや、自信ないと喋れないですからね、もうここでね。いや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 、あれですよ、言葉の意味はわからんが、はい、とにかくニュアンスは伝わるみたいな、そういうことです。あの意味は分からないから、言いたいことは分かるみたいな、うん、そういうこと、そういうこと。まあとりあえずですね、こんな感じでエクスパーさんがね、波動拳じゃんじゃん言ってね、はい、波動拳ちょっと中古侍さんのキャラ対策ができてない感じですね。助けられてますね。あ、飛びが通りましたね。飛びが通る、
最近僕も気づいたんですけどね、あの有利フレームを押し付けていくっていうね、はい、感じですよね。さあ、エクスパーさん勝利で、中島さん、あれ中島さんはキャラ目はガイルです。ですよね、やっぱメインキャラ。あ、メインキャラなんですか。あ、そうですよ。あれ、いやー、うーん、いや、ホンダとかもよく使ってらっしゃるので、ダブルメインなのかなーって考えてましたけど。ほら、ほら、あれですよ、タッソフさんね、オールドファッションイコール、伝統ある一戦。ほら、タッソフさんも共感してくれてありがとうございますよ。山本、嬉しいです。いや、専門用語すぎますよ、それはでもちょっと。山本、嬉しいですよ、もう。それはもう、うん。5、6レベルで専門用語ですけど、オールドファッションっつったらドーナツになるんですよ。普通ドーナツですよ。さっきとは全く逆にエクスパーのリュウがガイルを端まで追い詰めていった。後ろに下がらないスタイル。人によってやっぱり立つ割りを変えてる感じなんですかね。ですね、昇竜拳がない割には落としてるっぽいんですよね、何か。あー、しかし、あー、繋がっていなかった。まだ読めていたが、サンダーが繋がっていなかった。ちょっと高かったかな、初段が。さあ、でも開幕玉の試合から一気にダメージ待っていきましたけど、あ、自販機は音ゲーの横にまだ1台残ってますので、そちらを一応店内としては使います。外行けばホットもありますので。中島さんが普段当たらないタイプの竜で戸惑ってる感じはしますね。やっぱね、変な動きって言ったら失礼なんですけど、奇抜な動きが多いんですよね。要は自分の世界がある感じですね。そう、業界用語でワールドって言うんですけど、まあまあそうですね、ザワールドね、ザワールド、ワールド系のプレイヤーと言われる竜ですけども、ちょっとね、セオリーをね、逸脱した動きをするときはあるんですよ。素晴らしい。ちょっとこれを、まあ、エクスパーさん流勝利、ちょっとこれをですね、はい、真似して始めるようなことをすると大変なことになっちゃうんで気をつけてください。続いて入っていくのが大地さん。大地さんは、さあ、入っていくのは第3バルログ。おっと、テラーで3発拾える。これはさすがのエクスパー竜も厳しいか。勝利で落としていったが、もう勝利がない割にはやたらといい待遇。エクスパーさん、勝利通常時あんまり出さないんですよ。選択しないんですよ。リバーサル時しか選択しないんです。すごい戦い方です。さあ、1ラウンド目を取ったのは第3のバルログで、2ラウンド目、竜投げですね。おっと、竜巻直撃、どうしたんだ。おっと、これはいいぞ、めくり空竜を見つけた。バルログは結構竜巻落とす技がない感じですね。大昇竜バンバンやって、あっと、中足真空だったっぽいが、一撃圏内出なかった。おっと、変な取り方、スカイハイが当たって、おー、後ろに落ちている。ちょっと重ねがちょっと見つめました ね、重なってればという感じですが、ですね。さあ、3ラウンド目、やっぱスカイハイクロー反応できないですね。さあ、テラー、テラーでいいヘリ、三角なんだ。おっと、竜巻直撃、さあ、竜巻で竜巻やたらと直撃、ね、僕ね、意外とあれなんですよ、投げ、はい、当てない。おっと、真空置いてある、大きい真空きた。おっと、さあ、息で出した昇竜だったが、あーっと、投げられている。その前のバルセロナがかなり減りましたね。そうですね、あれちょっとチートですね。さあ、エクスパーさんが勝ったので、あー、失礼しました、大地さんが勝ったので、残ってるプレイヤーは青沢さん。はい、青沢さん、これまあ勝てばおしまいですよ。勝てばおしまいです。負けてもおしまいですか。あ、負けたら大地さんが、大地さんの連勝数があるんで。なるほど、はい、青沢さん勝ったらおしまいですよ、はい、青沢さん勝った世界が終わります。
なるほど、はい、え、そう頑張れ大地さん。あれでも、あ、いい決定戦がありますよね。これ数え間違いでなければエクスパーさん3勝なので。なるほど。さあ、握りからきっちり跳ねて、いいヘリを見せる。跳ねていく。跳ねができるんですよね、やっぱり。できますよ。できないふりしてる時ありません？はい、そうですね、なんか。おっと、さあ、垂直。さあ、油に置いてある。ちょっと分からなかったですが、上からファイル、フライファイル、押して、おっと、青サイダイナマイトパンチ、ほら、そして青サイロシアハンマーパンチ。はめでないふりしましたよね、今。さあ、青サイさん勝利で終了と。あーと、青サイさんはもう優勝決定戦進出決定でございます。そうですね、じゃあ、青斎さんが、優勝決定戦進出が確定しましたので、2位決定戦を決め、勝った方と青斎さん、青斎さんが優勝を競い合うという決勝でございます。セミファイナルですね、セミファイナル。セミファイナルは、3勝同士、エクスパーのさんと、エクスパさんの竜とソルテープさんのザンギと。さあ、ちょっと画面はまだ止まらないので、ザンギザンギ大好きですよね、青斎さん。なるほど。さあ、準決勝なので一先です。ワンマッチ、オンリーワンマッチ。さあ、セミファイナル、スタート。 1P が、エクスパリュー、 2P 側、セロザンギフ。さあ、上からスクリューいった。竜巻、おっと、裏に回っていた。直撃している。先ほどソロテープさんが、エクスパーさんの竜に敗れていた気がするが、画面をいっぱいに使っていくエクスパー竜。おっと、波動が刺さっている。ちょっと今ダブラリのミスったのかな、ピョコって言ってたのは。ダブラリね、やっぱ話入力がないから厳しいっすよね、ちゃんと出すのは。おっと、素晴らしい今の。チク踏んでいる。なぜ踏んだんだ。投げる。おっ、エクスパリー勝利。なるほど。じゃあちょっと待ってくださいね。あ、もう入っちゃったね。はい、じゃあファイナル、ファイナル、 1P 側、エクスパー牛、 2P 側、青木サイクロン、ザンギフ、スリーマッチ、スリーウィンマッチ。どっち分かんない。まあ3先ということでね、3本先制。さあ、まず1ラウンド目取っていったのはアウトサイクロン。あの、今のあれですよね、上から行ってガード中にスクリューするの割れにくいんですよね、なんかね。スクリューとか入れててもなかなか割れない。投げられていく。さあさあ、長州投げ、長州投げでいいのか、龍も長州投げでいいのか、どうなのか分からない。キックは長州キックですけど、あそこから投げるのは自分は、自分的には、いや、機械投げですか。あ、機械さんが残技戦やると、大体竜であれやってくる、はい、あ、なるほど。主に 1P、2P 入れ替えるために使ってくるんですけど、あれ、竜と剣ですれば、その、はい、飛びのジャックって判定同じなんですかね。いや、でも
ちょっと考えたことなかったんですけど、なんか剣の方が強いイメージがあるんですけど、剣とか強いかどうかわかんないんですけど、剣のジャンプ昇級は出始めが強くて、その後グラフィック変わらないのに判定が弱くなるというなんか変わった技です、まあ、その後の卓が強いからそう感じるのかもしれないですよね。そうですね。さあ1本目を取っていったのは青沢さん。さあ2ラウン2試合目、おっとスクリューいった、素直にいった、そして次も素直にいった。さあ2回目は方向して逆だったが、3回目も素直にいった。さあ1点、これが青沢だぞと言わんばっかりのスクリューですね。今やりたいことをやりきった感じ、かっこいいですね。あれがやりたくてザンギしてくるとこありますからね。まあそうですよね、博打要素かなりありますからね。ハードを踏まない、さあスクリュー逆だが、さあ青サイハウスが出来上がっている。おっと真空でピオル、逆にラッキーか、あれっと、しかしダイスが刺さる。あ、今の食らって逆にラッキーまであったんですが、なるほどですよね、あれもしかしたらスクリューで割れてたかもしれないですよね、逆転があったかもしれないですよね、フライスクリュー的な。しかしかろうじてながらもエクスパーリュー1ラウンド取った。さあ上り昇級、さあ中ボス、ザンギに起き上がり中ボスはだいぶ勇気がいる。そうだね。さあそろそろゲージもあるのでどうなる、出してしまうのか。あっとしかしダブラリ、ダブラリですね、飛んでしまった。ラスト、さあ最後2本、2試合目も取っていったのは青沢さん、川島助けて何かを助けれるのかセコンドについてあげてください、セコンド。さあ行ってるうちに、さあ優しいですね、なんか弾きスクリューだと方向指定できる感じで、はめに行くと逆に飛ぶという結構不思議な感じ。なるほど、逆に走るんですかね。あ、違うのか、最後に止める方向か。そうなんです、まあそこは同じなの。本来ですとガードさせてる間っていうのはザンギジャンプしないのでゆっくりと方向指定ができるはずなんですよ、はじくっていうことはそのレバーから手を離れる感じになるの で、 そうで方向指定難しいのは分かるんですけど、なぜかほら弾くと方向指定きっちり近寄りますね。と言ってる間にさああと一発圏内になってしまった。さあエクスパリュー、あーっと青サイチョップでピッチン締めたのは、さあストレート、青木サイクロン勝利、おめでとうございます。優勝おめでとうございます。グランドファイナルを制したのは青木サイクロンさんでした。青木サイクロンさんのザンギフでした。なんか喋りたい、ね、コメントもらいましょう。コメント一発、青沢さん一言お願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。あのこれ全国放送されてます。え、マジっすか。はい、なんか言いたいことあれば一言お願いします。お手柔らかにお願いします。あの池袋あたりにはまだ出没してるんですか。あまり池袋の結構あるんですか。いやいや、まだあの同じところランブル、はいはい、復活しております。ランブルっていうか三角になってるんですよ。いや、そうそうそう、最近あそこばかりですか、地元の。あ、いやいや、あ、私はいはい、あそことね、あそこと南浦和、あ、ビッグワン、はい、あと横浜、あの勤め先が横浜なんです。あ、なるほど、横浜に一つあるんですか。ハイパーで、ハイパー100円台があるんですよ。100円、100円、だいぶ高額レートですね。まあ、でしかもワンクレーなんで、ワンクレー、まあ、だいぶ高額レートですね。週2、3いっちゃうんですよね、なんか。あー、100円で、うん、なるほど、そこでだいぶ、いや、やはり全然全然、だってあ、ハイパーと X ですからね。なるほど、うん、D キャラばっかですもん、そこ。あ、ですよね、うん、D キャラ性能いいですから ね。いや、本日ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、青沢さんでした。さあ、というわけで第102回優勝者は青沢さん、準優勝者は、X パーさんということで、今日ですね、あんまり人がいないんでこれからモリモリの時代できますというところで、
まだお店営業してますんで、これから間に合う方は来ていただくことも可能です。あ、そうですね、はい、いや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 、いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。もう、ね、なんやかんやと、もうこの前100回、この前っていうか、ね、つい最近100回やったと思ったらもう102回ですよ。はい、あっという間に、なんとあれからもう2回も、もうね、ほら、いろんなスーパーな方々からコメントとかもらっちゃったりして、あ、いただきました、いただきました、ありがとうございます、ね、はい、びっくりですよ、もうねえ、はい、いやー、ほんとね、ありがたいことです。今年も多分できるのあと4回かね、はい、はいはい、あとあれですよね、年末、X イベントに絡んだ感じで12月の28とかでしたっけ、8が金曜、そうですね、ですよね、にこのデイトナ式でやる式の細道も一緒に絡めていただくという、まあ、年末イベントに関係あるようなないような普通に話なんですか。あ、特にまだ話は、いや普通にやるだけだと思いますよ。あの前夜祭は前夜祭で、あの、ね、大山ニュートンさんでやるので、まあ、そうですね、でかい大会フォックスがありまして、その29、30両方とも大山ニュートン、前の日ですよね。そう、全然野菜、全然野菜、まさに、はい、っていうことですよね。便乗するもよし、しないもよし、最終調整、なるほど、そういう単語もありますよね。はい、まあでも当日合わせの人もいたりしますからね、多分。当日だとね、動きがバレる可能性がある。文字合いが深いのって人もね、どうしても勝ちたい人っていうのがいるんだ。フォックスってなんかこう、無理やりキャラ替えしてる人とかもいたりいなかったりするんで。そうですね。ええ。当日当たる人、当日当たるかもしれない人と、やっと来たい人とやりたくない人がいるみたいで。うんうん、あ、やっぱそうっすよね。あとわざと負けちゃう人なんかもいるし。で、記念参加的な感じですか。あ、じゃなくて。事前のの試合で、あー、そういうこと、そういうことね、そうです、なるほどなるほど、なんかこいつ、ね、こいつぴょんぴょん飛んでくるぞみたいな感じの印象を与えといて、ういう、あれ飛んでこないんだけどみたいな、なるほど、そこ、そ、対戦で飛んでこないかもしれないからって、こう、なるほど、裏の印象をねつけとくタイプのね、そういうことする人もいるんですけど、それは結局相手見たり状況によって自分のプレースタイルが変えられる人ができるだけのことであって、はいはいはい、なるほど、ワンパターンの人に対してはどうにもなんないですもんね、はい、元がワンパターンの人は別にそれやらなくてもいいというかそういうことですよね、はい、それの対策を練ればいいだけですからね。そうですね、あとそれが逆に印象付ける方もね、はい、なんか球いっぱい打ってくるぞと見せかけて打たないみたいなことやっても、その打たないときにじゃあどういう立ち回りしたら強いのかとかが分かってなかったら、まあまあまあ、そうですよね、もう完全に人が分かって印象付けてっていう、そこまでやる必要ありますかね、お金かけて。いやでも大会本気で優勝する人はそういうことしますよ。あ、する人はするんだ。はい、する人はしますね。効果あるんですね、じゃあ。まあ、本当にプレースタイルがその短期間に変えられるというか、何パターンか持ってる人が初めてできることですけど、そうですね、はい、なるほど。まあというわけで、まあ今日もね、はい、これで終わりという、あ、式の細道終わりとなりまして、はい、もうね、日が変わると明日から12月ということで、そうですね、もうあと残すところ1時間半ぐらいで、そうですよね、12月に、12月、冬になっちゃいますよね。そうですね、はい、日付が変わると同時に冬になります。そうですね、まあ、普通季節といえばね、ま、そうですね、大体3、4、5が春で、はい、6、7、8が夏 で、まあ、9、10、11が秋で、12、10、ね、1、2が冬っていう、四季のある国ですからね。そうですね、うん、そうですね、デートな四季だけにっていうことで、あ、うまいこと言った、あれ、おっさんなんでね、止められないんですよ、はい、思いついたことを口からポンポン出していくっていう。さあ、コメント欄なんかあれですよね、いつもタッソさんとかしげのんさんとかね見ていただいてる、あとエクスゲーマーズさんも多分見てらっしゃるだろうなってところで、はい、オールドファッションカロリー高いって書いてあるんですけど、はいはい、確かドーナツはカロリーゼロだってテレビで言ってたんで、あの真ん中に穴が開いてるからですよ ね、 すね、実質ゼロ開いてるから実質カロリーゼロだというゼロってね、そういう話ですよね、どんどん食べていっていいんじゃないかと、はい、まあでもカロリー取らないと死んじゃいますからね。確かにそれはそれで適度にカロリー摂取は必要だと思いますんで、そうですね、はい、オールドファッションが適度なのかどうなのかっていうのは、まあ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 、そこはね、おそんなにあるんでしたっけ、300? オールドファッションあれなんか一番高いって話を聞きますよ。 300? はい、ご飯一杯よりは余裕でありますよね。はい、はあ、はあ、その割には満足感あんまないですよね。ないんですよ。ないんですか。胸焼けはしますよ。
あーそれはちょっともうお年を召してきてだんだん脂っこいものがきつくなってきた的な。まあまあまあ、あの平常時デフォルトで胸焼けしますからね僕ね。なるほど。まあそんな感じでね、すが、まあなんかスパツ X いろいろなんか最近流行ってるような感じもなきしもあらずなんで、流行ってるような感じもなんかあれですよね、この前、はい、荒川区の方のゲームセンターに行ったら、荒川区の方のゲームセンター、はいはい、なんか結構ね、また新規参入が多かったりとか、毎週来てくれたりとかいう方々、僕もあんまり詳しくないんで、あれなんですけど、初めてお会いするような方結構 いらっしゃいまして、おー、まだまだ知らぬ在野の、ね、在野の武将が強者ばかりでね、僕もボコボコにされて帰ってくる日ですけどね。まあ、ボコボコにされない日がないですけど、よく考えてみて。ないんですか？ないですね。基本的にはボコボコ。いやいやいや、なんか分からしてやってくださいよ。まだまだ早いです、ね。いやいや、ボコボコにした後に、いやいやいやって、僕のやってるレイトな式でプレイすると、もっと強くなるよみたいな。言えればいいっすよね。ね言えればいいっす。いやなんかすごく強いんですけど、え、どうやったらそんな強くなれるんですか？いや、レイトな式だよって。そういう感じになっていただけると、それ私山本よりセロテフさん自身が言った方が、あーあーあーそうですね、ですよね、はい、なるほど、そっかってことですよね。はい、そういうことなんですよ。うん、ちょっとじゃあそういった形で今日これぐらいにしておきます、はい、そうですね、はい、なんか配信台も空いてるから、そうですね、のじあいでもしましょう、垂れ流しということで、はい、じゃあすいません、皆さんありがとうございました、お疲れ様でした、失礼いたします。
Fire! 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 F
Yeah.